エヴァンストンはアメリカ合衆国アイオミング州南西部に位置する市である。周囲は砂漠に囲まれているが、東西の地平線の彼方にロッキー山脈の頂を望むことができ、180度に広がる太く美しい虹が印象的な街。ウィンタ群に属し、人口はおよそ1万人。歴史は西部開拓時代に遡り、西へ向かう要所として栄えた。 東西から伸びてきた大陸横断鉄道が1869年にこの地でつながったことから大陸横断鉄道開通の地としても知られる。そのためエバンストンのダウンタウンは西部開拓時代の雰囲気を色濃く残し、いわゆるカウボーイカウワールの街となっている。冬季オリンピックが開催されたユタ州ソルトレークシティまでは車で約2時間。 アメリカ合衆国で最初に指定された国立公園であるイエローストーン国立公園まで約3時間の場所に位置する。車で1時間弱の距離にはウィンタサムがあり、手付け数の自然の中でフライフィッシングやオートキャンプが楽しめる。グランドティトン国立公園には約2時間の距離。秋にはロデオ祭りが盛んに行われる。産業は 石油採掘と牧畜が主。宗教はキリスト教であるが、ソルトレークシティが近いこともあり、モルモン教徒が多い。エヴァンストンには4つの小学校、2つの中学校があり、高校は州内でもトップクラスのエヴァンストン高校がある。ありがとうございます。